信します。はあ、はあ、看板はありがとうございます。握手会風邪じゃないです。ちょっと顔が、今日はマスクマンとして配信させてください。はあ、マスクマン水木でございます。いや、やっぱ外した方がいいかな。外しますね。いや、でもちょっと顔がやばいんだよな。やばい。やっぱりマスク前に戻ります。マスクして化粧崩れたので。いや、全然風邪ひいてないです。はい、マスクマン水木でございます。ありがとうございました。今日の握手会楽しかった。楽しかった。はあ、カチューシャかわいい。ありがとう。はあ、リターンオブマスクマン水木、そうでございます。これ前髪なんだ本当は。めっちゃ見えやん。イエーイ。あ、イングリッシュマンさんが来たよ。初見詐欺の。ふう。あ、タッシーさんだ。今日ありがとうございました。ちょっと疲れた。ふう、すいませんね、急な配信で申し訳ない。どうしようか迷ったんですけど、今ちょっと急いで戻ってきて配信をしております。花粉症じゃないですよ。普通のマスクしたら顔が化粧崩れたのでマスクしたままです。毎日アイドル目指しますか。目指したいけど、でもな、どうしてもできない時もあるからなって感じです。あ、初握手楽しかったです。よかった。皆さんも来てくださいね。握手そう、本当はね毎日したいんだけど、楽しいしね、したいんだけど、ちょっとどうなんだろう。誰もいませんよ。みっちゃんはビジュアル面だから。初めて聞いたそんなの。そんなことないです。ゆうきさん、ハートありがとうございます。この時間の配信初めて。チームエイトのファンです。今日の握手
SKE のこと気になりました。やった、明日は福岡ですね。会いに来てくれますか皆さん。ラグーナのジュース美味しかった。美味しいよねあれ、すごい美味しかった。水着も感動しました、美味しくって。うん、すごい美味しかったな、また食べたい。あのチトリスとね、どっちも。あれ、アーヤいた？あれアーヤだよね。あれアーヤいなかった？おつまこ、おつまこです。おつまこ、いや今何か言おうとした。幻のアイヤ、はあ、コンタクトずっとすると目乾いてきませんか。私コンタクトなんですけどすごい目乾く。フォローしました、ありがとうございます。アイヤがおつまこだってね。おつまこ、おつまこって何、おつまこ説明しよう、説明しよう。おつまことはまこちゃんの、まこちゃんの言葉、大橋まこちゃん、9期の大橋まこちゃんが使ってる、使ってるっていうか最後にまこつけるの。そう、本人以外の説明。笑った、笑った。初めての、あ、消えた消えた消えた、初めての SK、 あ、ごめんなさい、ちょっとに流れた。あやなアバターね。みっちゃん今来たよ、握手お疲れ様、ありがとう。しおまるちゃん今日あれだったね、いなかった。あ、つまこありがとうございます。おつまさん笑ったピーポー。そう、みっちゃん何食べたの。さっきねお弁当食べた、唐揚げ弁当。ちょっとうるさかったかな、ごめんなさい。唐揚げ弁当、なんかね唐揚げ、まあもともと好きなんだけど、唐揚げ好きって言ってから、好きな食べ物とか好きとかいろいろ言ってたら、なんかどんどん唐揚げをにこだわり始めて、唐揚げにこだわった田辺です。茶色い食べ物や、そうや、茶色い食べ物や、茶色い食べ物最高、おいしい。ホットモットの唐揚げ弁当おいしい。そうなんだ、唐揚げ弁当っていうより唐揚げが食べたかった。唐揚げね、美味しいよね。自分で揚げるの？揚げない、めんどくさい。青海さんのモバイルのみっちゃんの寝顔可愛かったね。
横に気づいたら青海さんのね肩に寄りかかってたみたい。唐揚げ、唐揚げ食べたい。そう、油使うのがね大変なのよ唐揚げ。今日の握手会に来てた友達にみっちゃんいいぞと勧めされた。ありがとう、皆さん来てくださいね。あ、北海道のポンコツさんだ。今日はありがとうございました。 TikTok 見た。あ、 TikTok ねやったから見てくださいね。 TikTok ひなぴよと、あ、言わない方がいいか、あ、でも言ってもいいか。ひなぴよとえなちゃんと撮ったから見てください。なまみっちゃん可愛すぎた、ありがとう。皆さんも実物に会いに来てください。髪がすごいボサボサだ。名前とか何回も来てもらえれば結構覚えます。私はなんか今結構顔はね覚えてたりする。名前がねちょっと名前がなかなか難しい。でもね顔はすごい覚えてるの。あー、わかる、わかるんだけどなんか他の方と混ざってあーみたいな。自分でももどかしいです。人の顔、名前覚えるの苦手なの。顔は覚えられるんだけどね。あ、名札とか分かりやすいかもね。いっぱいコメントしてありがとう。あ、待って、時間過ぎてる。あ、ちょっと待って、11時までなのにちょっと時間過ぎた、やばい。ちょっとあれです、ランキング読みますね。さっき13位ひでじいさんありがとうございます。12位ダブルオーさんありがとうございます。11位 A さんありがとうございます。10位まあモノさんありがとうございます。9位シュウさんありがとうございます。8位トノビさんありがとうございます。7位プックンさんありがとうございます。6位ケイタンさんありがとうございます。5位トッチャンさんありがとうございます。4位サトルさんありがとうございます。3位トラキチさんありがとうございます。2位森岡さんありがとうございます。そして1位西新さんありがとうございます。皆さんね今日もありがとうございます。毎日アイドルって15分間できればなってるかな、大丈夫かな。今日そう11時までだからさ、もうそろそろ切らないといけないんだけど、あと1分、はあ、でもありがとうございました皆さん、本当に楽しかったです。すみません、ありがとう皆さん教えてくださって。テアップ出たらちょっと急いで切らないと。ありがとうございました。明日会える方は会いに来てください。そして気になった方はねぜひ劇場でもいいし会いに来てください。あ、
来た。よし、ありがとうございました。また明日もできるかな。明日はできるかもしれないね。ありがとうございました。短い時間でしたが、おやすみなさい。じゃあね、バイバイ、お疲れ様です。